右翼が怖いって言ってんだから、その怖い右翼が紳士的な話し合いに来たって言ってんだろ。5年ぶりに再会した時の記事です。5年前は一緒の部活をやってたのに事実とこう違ってもさ、バンバン報道しちゃうっていう、なんでそういう職業に就くのかなってもう不思議に思うよ。親とも離れて心配してる人はたくさんいるんだよ。一日も早くこの地区から相談施設が退去するよう。住民側は監視を始めましたが、ダメですよ、お酒なんかで誘惑しちゃ。学会でさ、遊び来たよっての。そうかよ。お元気でいつまでも。いつまでも元気。猿となると感無量だよの。俺はオウムになっちまうからさ、みたいな。たまには実家に帰ってきてって言っても帰ってきてくんないでしょ。当たり前じゃん、出家なんだもん。この写真を見たら多分ね、ちょっと安心したんじゃないかと思うんだよね。逆じゃないの。そうかな。